こんにちは。コストコミュニティ協議会の長谷川恵子です。今回のプロジェクトコスド親子フェスは、主幹コストコミュニティ協議会、共催コスト地区公民館で運営しています。昨年11月の子育て座談会の中で、若い世代からコスト地区では家庭教育支援を受ける機会が少ないという声が挙げられました。こうした声に応える企画をしたいと考え、またコストまちづくりセンター5周年記念事業として4週に分けて、各分野に精通した講師の方々による家庭教育講演会をインターネット動画配信します。なお、新型コロナウイルス感染予防のため、ここコストまちづくりセンターは消毒、換気、入館時マスクの着用、検温など感染症対策を徹底して行っております。さらに、この講演会の聴講は10名までとして、講師先生をはじめご参加の皆様には十分な距離を保っていただいております。それでは本日の講師をご紹介いたします。心理カウンセラー、町の千恵子カルチャースクール代表でいらっしゃいます小島貴代さんです。テーマ、親子の絆、子供がいて今の自分があるでご講演をいただきます。では小島先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介いただきました小島貴代と申します。この度はコスドコミュニティ協議会の、子育て家庭教育ということで、5周年のこの記念すべき時にお呼びいただきまして、大変ありがとうございます。私1ヶ月前にこのお話をいただきまして、まだ1ヶ月でしかないんですけれども、いや1ヶ月で、コスド地区のところでこのお話できるのかななんて思ったんですけれども、断れなかったです。というのはコスドにはもう40年前からお世話になりきっておりまして、もうたくさんの方々から愛されております。そして今日ここに来てくださっている10名の方々にも大変お世話になるばっかりで、本当にありがたいことだと思っているところです。そんなことでね、断れなかったんです。はい、それでね、今日頑張ってやらなきゃいけないんですけれども、まあ1時間ちょっとですので、皆さん楽しくお付き合いさせていただければありがたいと思います。で、私のお話の仕方っていうのがすっごくね、眠くなるんです。それでね、寝ても構いません。これがなんか DVD とかいろんなことに撮っていただいているので、後ほどねまた見ていただくってこともできますので、熟睡していただいても全然構いませんので、ゆっくり休んでいただければいいと思います。はい、それではですね、ちょっとこちらの方に参らせていただいて説明していきたいと思います。これ SL なんですけれども、6月30日に新津第一小学校のところを SL が C57180 が再開したということで、走ってる時の映像なんですけれども、この黙々とした煙と汽笛と、それがもうすっごく元気を出してくださってて、子どもたちも元気になって、そしてこの煙が上に舞うことによって、なんか日本中の人たちがみんなね元気になれるような、そんな感じの煙を香りと煙で味わうことができました。よかったななんて思っております。そんなことでね、激励の1枚を皆さんに今日提供したいと思いました。それとですね、これだとね、ニーズだけですよね。これ出さなきゃいけないですよね。これ何ですか？コスド島。そうです、これコスド島、これ私の大事な愛用の一枚なんです。というのは1年前にコスドの方で買わせていただいて、2日に1回来てるんです。冬はちょっと厚めのものに1枚着、今度春になればブラウスに着、もうこんなねいいものはありません。でね、皆さんに今日共通の話っていうとコスド島ですよね。でね、町屋の方もね、写真撮ってここに載せたかったんですけど、時間がなかったので、また次読んでください、お願いします。はい、はい、じゃあですね、私の自己紹介をしていきたいと思います。はい、
皆さんのところにはこれが入っていないと思うんですけれども、これちょっと私の若彼氏頃の顔なんですね。ずいぶん若いね。で出身が徳島県なんですね。徳島県っていうと何もそんな名物なものがあまりないんです。阿波踊りね、すだち、そんなもんなんですね。であとなるとわかめみたいなもんなんですけれども、昭和のこの高校野球の歴史を残した津田監督の池田高校っていうのはね、結構ずっと残ってるんですよね。知らない方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、こんなことで教え子なんですけど、最後にね優秀な生徒でしたと、これはね嘘つきなんです、ね、はい。そんなことでね、こんな楽しい時間を高校時代過ごしました。はい、次いきますね。はい、じゃあ小島孝代はどんなことしてきたのかななんていうことなんですけれども、まあ、秋葉区に在住して、平成8年に新津第一中学校の PTA 会長っていうのを預かりまして、その後、新津高等学校紳士会長ということでお預かりしました。その後、まあ、こういう公的なところのさまざまなことをさせていただいているんですけれども、自分の心の中に残っていることっていうのをちょっとお話したいと思うんですね。それはですね、新津第一中学校 PTA 会長の時、平成8年というのは全国的にいじめが多発した時なんです。でね、いろんなとこで亡くなる子たちがいたもんだから、この PTA 会長としてできること、学校に支援できることって何だろうって思った時に、子どもの命を助けることが一番だと思ったんですね。それで毎朝校門に立って子どもたちにおはよう運動をしたんですね。そうすると788名、今も忘れません、その人数の子たちに名前を覚えたということと声かけをして、まあ、全員からおはようっていうのがもう返ってくるようになりましたね。それでその最初から思春期の子どもにおはようって言って帰ってくるわけがないわけなんですけど、この気長く子どもに声をかけれたのっていうのは最高に良かったなーなんて思っているんですよね。これがもう自分の中での宝物です。本当にありがたかったなというふうに思っております。はい、次に行きます。これですね、写真見ていただくと2枚写真があります。それで皆さんから向かって、右側の方が子どもたちですね。あそこにオレンジの着てるのは安全パトロール、私なんですね。実は帽子もかぶってるんですけど、これを毎朝やってるんですね今。それ なぜやることになったかというと、新潟市主任児童院というのに先日任命されまして、もうじゃあこれやらなきゃと思って、朝子どもたちのこの見守りね、安全パトロールというのをやっているんですけれども、手前の方に一人転んだ子がいるんですよね。この手前のこう赤いカバンの向こうの子が転んでるんですね。それはちょっと U 字工みたいなところに足突っ込んじゃって抜けなくなっちゃったんですよ。それでね、ちょっと泣いてたので行って、どうしたって言ったら、足が出ないと中に入っちゃって、どれどれって足、それでちょっと怪我してたんですけど、なぜなぜして大丈夫大丈夫言ったら、もう学校行けるよって言ってね行ったんです。それでちょっと心配だったから朝の後ついて行ったんですけれども、全然元気よく行ったっていうのがありまして、まあこの子どもたちが毎朝、また大体ここのところには何人来るって、どの子が何時頃って、これ覚えたんですね。で名前は誰というふうに覚えて、とてもいい朝を送っているんですけれども、この反対側の左側は小学生、中学生、高校生っていう、この年代層が分かれているんですけれども、まず中学生に声をかけたら、まあ、思春期ですので、ちょっとあっち向いておはようございますって言ってるし、あと高校生になると、まあ、大人になってるからおはようございますって逆に声をかけてくれたり、知らん顔したりする子はいるんですけれども、これがですね、魂のね、本当ごちそういただいている朝の状態です。これは毎朝しないとね、なんか忘れ物したみたいな気になっちゃって、今は頑張ってるところなんですね。はい、じゃあですね、この私のうちのことを言いますと、4世代の家族から成り立ってるんですね。で、私自身が65歳という60代の半ば、
そして、母が、主人の母が90なんですね。で、子供たちが40前後なんですね。で、その子供が小学生と幼稚園というような状況なので4世代がいるわけなんです。そうすると昭和、平成、令和とこう流れてきているんですけれども、その中にあって一番段取りよくやっていかなきゃいけないのがこの中ばあちゃんの役割なんですね。それでその戦後の貧しさを味わった母の時代から今度高度成長期の学歴時代っていうのはもう私たちの時代、あそこの大学出てるから大丈夫みたいな、就職 OK みたいなね、そんな時代だったんですよね。それから子どもたちのゆとり教育になりましてね、 IT 環境、グローバル化社会、そうすると今度この時代というと自己責任をしなきゃ取っていかなきゃいけない時代に入ってきています。それで一番下に ESD を目指す教育という、今後ね今からはそうなんですけど、私ユネスコ協会の今副会長させていただいているんですけれども、まあ、ユネスコの本部っていうのはフランスのパリにありますけれども、文部科学省の方でも推進しておりますので、ユネスコスクールとかっていうので学校教育にも大変重要なことになってきております。で、 ESD とは何ぞやというのでこう横文字で書いているので、まあ、見ていただくといいと思うんですけど、まあ、持続可能な開発のための教育っていうことなんですけど、どう未来をみんなで作っていくかってことが非常に大事になってくるんだと思うんですよね。例えば学校だけでもダメだし、会社もそうだし、社会もそうだし、 あと家庭もだってことになっていくと思うんですけれども、これらが全て、まあ、環境だとか経済だとか社会全部をトータル的に総合的に、まあ、組み合わせて未来をどう作っていくかっていうのが必要になってくるんだろうなというふうに思っています。そしてこの持続可能な社会を担い手を作っていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っていますので、大変貴重な教育だというふうに私自身も思っております。おそらくこの今の現状、この新しい生活様式ということっていうのもこれに含まれてくるんだろうななんていうふうに思っているところです。さてですね、次ですね、じゃあ今度はそんな夢物語を言っていてもダメだよねということで、日常生活で親子で養うことのできる力っていうのをちょっと私自身が思っているサイドから、この小島の7原則なんて勝手に作ってるんですよね。誰も作ってください言われるんですけど、私ちょっと作ってみたんですね。想像力、発想力、表現力、洞察力、問題解決能力、人と関わる力、いつも言われているコミュニケーション能力と、こういうふうになっているんですけれども、じゃあこれ家でね養ってくれよという話なんですけれども、学校はですよ、家庭でこういう力を養ってものを持って学校行って、なお学校で共同して育んで力を伸ばしていくっていうのがあるべき姿だと思うんです。だから家庭教育ってすっごく大事なんだと思うんですよね。だからこれをどうやってその親子で養うかっていうことが重要だと思うんですけれども、想像力とか発想力っていうのを養うのどうしたらいいってちょっと考えてみたんです。例えばですね、自分の大切なおもちゃって子供って持ってるじゃないですか、レゴだとかね。その時にそれを一つなくしても作るものが作れなくなる。じゃあこれって大事なものだよねって、どうやって片付けとくって、段ボール一つ渡す。そしたらその子供がどうやってその残りレゴを入れてなくさないようにするかっていうのを想像しながら作らせるっていうのも非常にこのいいと思うんですよね、力をつけるのに。それで投げかけてやれば、一緒に採取しながら投げかけてあげるってことがね、とても大事かなというふうに思っているんですね。それとですね、表現力っていうところがあるんですけど、自分が思っていることや感じたことっていうのは相手に伝えることが表現力だと思うんですけれども、これは大事な能力なんですね。で、子どもは親からだとか周りの人、友人からこの話し合うこと、コミュニケーションを取ることによって、その社会性だとか協調性をこう身につけていくわけなんですけれども、
これを表現力が乏しい子、また最低限度のことしか話せない子、集団に馴染めない子っていうことになっていくので、この表現力っていうのを非常に身につけていかなければいけないと思うんです。じゃあどういうところで身につけたらいいって、幼稚園だとか保育所だとか、あと子育て支援センターだとか、あと本当だと公園だとか図書館だとかっていうのがあったわけなんですけれども、それがちょっと今コロナの影響で図書館にもちょっと行きにくくなっている、公園も行きにくくなっているっていうところで、どういうふうにして身につければいいのかなっていうことなんですけれども、やはり遊びから学べないと思うんですね。子どもっていうのは遊びから学んでいく、その時に喜んだり悲しんだりするってことで感情を出すことが大事なのじゃないかななんて私思ってるんですね。そんな時に相手への気遣いっていうのを勉強していくんだろうなっていうふうに思っていますので、とっても大事なことがこの表現力だなというふうに思っているんですね。なかなか養いにくいけれども、養うと心がすごく育んでいって、今度人に気遣いしながらも子どもなりの気遣いができる、遊びの中から学ぼうよっていう表現力はっていう話なんですね。これは大事だと思いますよね、表現力、うん、であとですね、洞察力、ね、洞察力っていうと観察力とよく似てると思うんですけれども、ちょっと違うんですね。これね、洞察力は観察っていうのは見た人とか物とか、これですよね、見た、そこの中にさらに洞察力っていうのは深みがあるんですよね。深みがある話なんですよね。推察しなきゃいけない、あ、ひょっとしてということがね、浮かぶぐらいのことを洞察力っていうのがプラスされてくるから、これを養うってことは大事なんですね。洞察力の豊かな人っていうのは客観的に物事を捉えられるのですごくいいと思います。あと考えいいですね。考えよくて冷静で落ち着いて物事を行動できる。それと、あ、もう一つは用心深いかな。そんなこともありながら本当に奥の深い推測ができる人っていうのが洞察力が豊かだなというふうに思ってます。問題解決能力と人と関わる力っていうところをちょっと話しますと、例えばですよね、子ども同士がキャッチボールしてます。でよそ様のうちにボールを投げてガラス割りました。その時に親はいません。どうするかなって、じーっと立ち止まるけれども、親はいないってなると謝りに行かなきゃいけないですよね。でも一応詫びですよね。まずは割ったんだから、で割ったところのお家行って、申し訳ありませんって、子供はすみませんって言います。その時にわざとに割ったんじゃなくて、こういうふうにしてキャッチボールしてて、それがこのガラスに当たったんだ、それで割れたんだってことをちゃんと伝えられるような話し方ができないと、問題解決能力と人に関わる力が身につかない。だから親がいなくてもできることなんですけれども、これはこういうことっていうのは日常生活の中でできますよっていう話です。どんなことをやっても一番大事なのは、最後にコミュニケーション能力ってしておりますけれども、これはとても大事なことなんですよね。日常の中で親子のコミュニケーションの取り方っていうのはすごく大事なわけなんですけれども、いつも話しながら撮ってるよとかっていう人がいるかもしれないんですけど、子どもの成長に合わせた親からの言葉がけってすごく大事なんですけれども、親が変われば子は変わる、もうなんかこの講演会終わりみたいな話です。でこれすっごく大事なこと、親が変わらないと子は変わらない。子どもの気持ちが分かる親にならなきゃいけないっていう話なんですけれども、これはとても大事なことなんですね。どんな時代が来てもコミュニケーション能力っていうのはとても大事です。例えば大方 AI が導入されてきていても、コミュニケーション能力っていうのは
大事だと思います。だから両輪で動いていくんだろうな、これからの社会は、と私は思っているんですね。だから例えばですね、世界でコミュニケーションを取るときにやっぱり大事なのはグローバルコミュニケーションを取らなきゃいけなくなってきているんですけれども、そういう中にあってコミュニケーション能力を使うことによって世界で結びつけたプロジェクトを作っていくことも可能なわけなんですね。それで海外に行った留学した子どもとか留学生とかっていうのが、自分は日本ですっごい力持っていてクラスで何番だ、学校で何番だって、すっごいんだ俺って思っていくんですけれども、行ったらすごくダメージを受ける。俺の力なんかなかった、私なんか大したことなかった。それを身につけて帰ってくることによって、帰ってきて日本でパワーを発揮できるっていうことで、大勢のその留学生たちから話を聞くと、そういう話を聞きます。だからとてもこれは、大事なことなんだろうなというふうに思ってますので、コミュニケーションの取り方を親子で、常に意識してやった方がいいんじゃないかなというふうに思います。さてさて、ですね、ここからちょっと変わるんですけれども、保護者の子育て中の悩み事あれこれ聞きましたっていうところなんですけれども、いろんなね悩み事があるんですよ。兄弟と比べられて嫌だったとかね、こんな話、その4番目も1番目そうですよね。兄弟を比べちゃいけないんだけれども、自分は比べてしまってついつい反省している日々ですっていうのは、これはお母さんなんですよね。それで4番目のところ、同性の兄弟を比べずに育ててつもりなんだけれども、本人たちが比べている、親は比べて育ててなかったんだけど子供同士が比べているんだとかっていうね、ことで、例えばこの子供同士の兄弟の中でもこういうことがね、起こってるので、親御さんは心配してるんでしょうね。子供の5番は子供の不登校とか、子供との接し方だとか、こういういろんな悩み事があるんですけれども、これは年齢層が、幼稚園から中学生ぐらいまでの話なので分けていませんので、成長段階がね、みんなバラバラなんですけれども、こんなことが、親御さんの悩みっていうことです。もっと出てましたね、これ、赤ちゃんや子供を連れて災害時の備えについて不安を感じてます。これ役所のお人にお願いしたいと思いますよね。これ絶対ね、小さい子連れて災害時にどうしようってみんな思ってるみたいなんで、今ねこんなに災害が起これば起こるほど思ってるお母さんたちいると思うので、ぜひこれはやっていただければいいかなというふうに思ってます。あとですね、さっきのところ返そう、そうか、これですね、11番、褒めて育てるといいと言われてるけれども、どうしても怒ってしまうと、どのようなことで子供を褒めていていいのかわからないと、年齢差が8歳ですが、喧嘩が多く常に怒ってばかりいます。これお母さんが怒っているんですね。この2回目 の, アンガーマネジメントの、ね、ところで先生がちょっとこの怒ってるということで何か話してくれるんじゃないかななんて思っています。クエスチョンですけど、はい、そんなことで、この、いろんなお母さんたちの問題等には、後の2回目3回目4回目のところで何かしらの形でこのお答えいただけるんじゃないかと思いますので、ここはちょっと飛ばしていきたいと思います。はい、ここのところでは14番15番などですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために家で引きこもってたからストレスが溜まって、親子の喧嘩したり、兄弟喧嘩したりしてるっていうことだと思うんですね。あとネットやゲームに依存してたっていうのは、このコロナの後、コロナ中からコロナ後も引き続いて起こっているという話を聞いておりますけれども、これについてもやはりこの次の
ところか次のところぐらいのところの2回目か3回目のところでこのお話もあるんじゃないかななんて思っていますので、ちょっと飛ばしていきたいと思います。はい。子育ては日常生活からってさっきも言いましたけれども、子どもとの会話に自信をなくしている人はいませんかってことなんですけれども、いかがでしょうかね。ね、これってすごく大事なんですけれども、友達と仲良くできた、いじめられてない、学校は楽しいっていう話なんですけれども、じゃあ一つだけちょっと質問の仕方でちょっと会話をねちょっと提供してみます。何々ちゃんは仲良く遊んでる、何々ちゃんと仲良く遊んでるって、あんまりって子供が言います。そうすると親がやっぱりね、あの時さ、あんたがさ、意地悪したからいけないんじゃないのみたいなことをね、言っちゃうと、この答えたいけど答えられなくなるんですよね。だからもう少し、何々ちゃん元気にしてるかねって言って、逆に何々ちゃん元気にしてるって言ってあげたり、お友達のこと、元気にしてたよ、学校にも来てるよって言って返信できるぐらいの感じをさせてあげなければいけないってことなんですよね。どうしても親がこう次々言っちゃうことが子どものこの言動を止めてしまう可能性があるんですね。それで元気にしてる、じゃあ今日は誰と帰ってきたのって言ったら、誰々ちゃんと帰ってきたよって、あ、よかったねっていう感じで、もう本当にトーンをこう柔らかいトーンで子供にこう話しかける、あ、そうなんだって言ってね、そういう感じで話しかけることがとても大事だと思う。で、親が先回りしない、先回りで結論出さない、ついつい結論出すんですよ。そしてね、その次にこうした方がいいよって指示出す、こうした方がいいよって指示を出す、答えやすいように投げかけることが一番大事です。子供が答えやすいように投げかけてあげることが大事です。それとね、自分の今度分かんないとか別にとかって子供が言うと思うんですけど、自分の気持ちをどう伝えたらいいのかちょっとよく分からない時があるんですよね。今も昔も変わらない思春期の子たちっていうのは、そういうものなんですけれども、ちょっと接し方難しいんですけれども、中学校に入った途端にね、もう何を言ってもうるせえなとかね、そんなこと別にとかっていうのが当たり前のようになっているんですけれども、その時期は人として自立するためのトレーニング期間、トレーニング期って思っててください。そうすると親も腹は立たないし、大人になる、階段を一歩ずつ登り始めた時期なんだなって思うと、喜びに変えるっていうことがとても大事だと思います。そういうことでね、見守りとソフトなこう応援っていうのをね、常に子供にしてやらなきゃいけないなと思ってます。はい、これがね、我が家のお母さんはカウンセラーになってくださいっていうことで、お母さんは聞き上手、話し上手ということでね、聞いたり話したり上手になってもらうといいのかななんて思ってます。はい、これね、聞き方話し方っていうことでね、とてもまた後にも続いていくんですけれども、とてもね、話し方聞き方大事なんですけれども、子どもと話をするとき、何か質問するときに面と向かわないでください。面と向かわない、例えば隣同士に座る、隣同士に座って、今日何かあったのって言ってこう熱が伝わるぐらいの感じでね、お話を聞いてあげる、それかここですね、この位置ですね、ここで話を聞く、もう面と向かわないってことだけ避けてもらえばまずいいです。横でもいいし斜めでもいいし、この角度であれば大丈夫。その角度ってすごく大事なの。面と向かうと戦う姿勢だからね。
あビジネスとかね、なんかの時には面と向かいながらやるんですけれども、こういう時には子どもの話を聞く時には大事なこの角度なんです。これは覚えていてください。はい、はい、聞く力、話しかける力を身につけましょうということで、子どもはねお母さんが大好きなので、何でも認めてもらいたいし、何でも聞いてもらいたいし、いっぱい分かってほしいし、本当にまあまあ大好きなんですよね。だからとても大事なことだってことを、これは聞く力、話しかける力、聞く力と話しかける力、両方こう両輪で動いてますから、それを忘れないようにしていただきたいと思います。まあね、子供忙しくて、うち帰ってきて、仕事から帰ってきて、子供がね、ママあのねこうねって言ったら、背中を向けてね、だからどうしたのってね、残存な扱いはしないでください。短い時間でもいいから、集中して子供と面と向かって、この体を寄せ合って、どうしたの、今日何があったのって言って話を聞きましょうって、ね、その時の姿勢っていうのはね大事ですよっていうことでね、今このアイコンタクト、目と目を合わせる、とうなずき合図で、うん、そうだよねって、ああそういうことあったのって首振ったりね、相槌言ってくれると全然違うので、オウム返しね、オウム返し、今日こんなことあったんだよ僕って、ったら、あそんなことあったんだってね、同じこと繰り返せばいいんだね、新しい言葉を言わなきゃいけないじゃなくて、その子が言った言葉をもう一回、あそこでこんなことがあったんだねって言って繰り返せばいいわけだから、それを言ってあげることによってね、子供は随分違います。聞く時の親の心構え、子供の話を聞く時は興味深く楽しく、心の目線は上から目線じゃなくて同級生になったような気持ちで聞く。そしてここのとこ一番大事、決して否定しないね。そして寄り添う気持ちでやると、で笑顔で聞く、これが一番です。で決して否定をしないっていうのは、こんなことやりたいと思うんだけど、あんたにやれるわけないじゃないのっていう人がいるんですよね。そうするともうやる気がもう全然なくなっちゃうので、そこがとても大事ね。否定しない、決して否定しない、ここだけは覚えててください。皆さんお疲れになりました大丈夫？ちょっとこれでね、ちょっとブレイクします。今日はですね、このブレイクのところで、私がねちょっと自己紹介、紹介したい人がいるんですね。舞踊家ダンサーのね土田隆義さんと愛香さんにね来ていただきましたからね、来てください。はい、はい、じゃあ自己紹介してください、2人。はい、ただいま紹介を借りました舞踊家ダンサーの土田隆義と妻の愛香です。よろしくお願いします。はい、私の町の知恵子カルチャースクールの上に、このアルテイストというところのスタジオで、このお二人がダンスを踊ってくれてるんですね。でね、これからね皆さんもお疲れになったから一応ねダンスをしたいと思います。それでね、私がなぜ皆さんにこのダンスをしていただこうかなって言ったことかっていうと、6月にですね、私この方々からダンスを教えていただいたんですね。体操というかダンスというの。そうすると自分の体ってこんなに大事なんだ、こんなにとても体の部位がね全部大事だったんだってことをこう確認できたんですよ。そうすると親御さん子供と一緒にやるとね、まあ自分って大事なんだってことがみんなに分かればいいなと思って、今日はこのダンスをしたいと思いますので、いいでしょうか。はい、よろしくお願いします。ダンスといっても、このめいっ子でもできる難しくない体操みたいな感覚でやりますので、ぜひ怖がらないでやってください。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ足を肩幅に開いていただいて、つま先をまっすぐにします。外側開いたり内側入ったりしないように。そうです。で、
緊張しないで、体楽にしてて大丈夫です。で、まずマッサージしていきます。自分で自分のことをマッサージします。頭の上に手を置いて、まず頭皮を揉み込むようにマッサージしていきます。だんだん下の方いきます。このおでこをマッサージしていきます。首の後ろ側ですね、いっぱい神経取ってますので温めてあげてください。こすります。だんだん下の方です。おへその周り、下っ腹、そしたら背中の方です。膝を使って弾みます。バウンスします。で、呼吸も決して止めないように、きつくならないように、自分のペースでしっかりし続けてください。とても効果的です。そしたら背骨を中心にこうツイストしながらバウンスします。終わります。お疲れ様でした。皆さんいかがでしたか？ねえ、体がほら暖かくなったり、こんなにね自分の体って大事なんだって分かりました。ほんの短い時間ですけど、きっとね忘れられない時間になると思います。ありがとうございます。はい、それではですね、次に行きたいと思います。また頭の痛い話になるんですけれども、親の役割ですね。急にあの体操から今度ねまた面倒な話になるんですけれども、まあ一番大事なのは子どもの自己肯定感を育てる。自己肯定感、幼少でもいろんなところで言われてるから知ってるわいということだと思うんですけれども、でもね言うのは簡単なんですけど、やるのってすっごい難しい、そう思います。例えばですね、親の言うことを聞く子、何でもやれる子、間違ってることを直させ正解を教える親がっていうのはどういうことかっていうと、親の言うことを聞く子って言いなりってことですよね。親の言いなり、何でもやれる子、もうあの子はあのうちの子の中でも2番目の子で、もうお姉ちゃんの見てるからもうあの子全然手かからないのよって言ってる何でもやれる子。それから間違っていることを直させるっていうのは、お母さんが、お母さんとかお父さんが立派な人ほど、あのそれは違うんだ、こうだああだこうだああだと理屈言ってきちんとねやって正解を教えるもんだから、今度子どもの自己肯定感を育てるのを阻止しちゃうんですよね。だからこれもとても大事なことなので覚えててください。意外とねこれはあの分かってないんですよね。うちの子も本当いい子だって言ってるから。これですね、自己肯定感って分かってるようで分かってない存在なんですよ。私は私だから大丈夫、僕は僕だから大丈夫、僕は必要とされてんだ、私は愛されてる、私は私が好き、自分好きじゃなきゃダメなんですよね。僕は僕が好き、当たり前のことのようなことがなかなか自己肯定感って分かんないんですよね。育ってないことがあるんです。それで大事なことっていうのが、分かるようで分かってないこの自己肯定感を分かるっていうのはとても大事なことなんですけど、育まれるとどういうことが次に生まれてくるかってことなんですね。一つ目、何に挑戦して、学んでいく、何かに挑戦してこう学んでいくぞっていうやる気が出てくる、これ大事なんですね。自己肯定感が育まれると、よし挑戦してやるぞっていうのが一番。次、壁を乗り越える、もういろんな苦難があった時にその壁を乗り越えることができる。3つ目、相手の気持ちを思いやれる。挑戦する力、次に壁を乗り越える力、
3つ目相手を思いやる力、これが生まれるってことなんですね。だからすごく大事なことなんです。じゃあその自己肯定感が低いとどんなことが起こるかってことなんですけれども、この通りなんですね。自分の考えや意見が言えない、どう思う、繰り返しこれですよね。言えない、他の人に対して思いやりが持てない、自分にも好きでもない、思いやり持ってない、自分のこともわからないっていうことは他人に対しても思いやりなんか持てるわけがないんですよね。そうするとコミュニケーション能力が低いので、人と人のより良い関係性が築けないというのは、まあ、人との関係性は築けないってことになっちゃうので、大事なことなんですよね、自己肯定感っていうのは。じゃあ自己肯定感を育むために知っておくべきことってことなんですね。まあ、なんかね、10歳ぐらいまでにその自己肯定感というか親子の会話で人生を決めるぐらいの、勢いらしいんですけれども、だからって言って取り返しがつかないわけではないんですけれども、これを今の段階で知ったって言ったらやっぱり活用してみてください。で、子供を認める言葉が子供を大きく育む、子供に親の正論を言っても意味がない、筋論言うんですよね、親って筋論を言うんですけれども、筋論言っても意味がないと。日本の子供は自分に自信がないことが分かっている、子供がうまくいっている時は親は何も言わず失敗した時ばかり怒る。そうなんですって。これね、人のことは言えない、本当にそうなんですけれども、まあうまくいっている時はやれて当たり前、やれて当たり前だよねって、ね、テストでも100点取ってきたら当たり前、ね、それがね60点なんか取ってきたら、なんで60点なこれだけね、これどうなんて分からないのみたいなねことで怒ったりすることがあるから、これがね本当に自信を失う日本の子どもの状態ということで言われているんですね。大事なこと。海外で生活した人が、まあ、やっぱりこのことを言ってますよね。日本で、日本人の子どもはこういうところがあるって、きっと親がそういうふうに言ってる親たちが多いんではないかなって言ってますので、できるだけその取ってきた点数だとか何かやったものに対しては否定的に言わないで、まず褒めて、よくまあここまで頑張ったねってね、まあ、例えば10やれるところを6ぐらいでもね、もう6も頑張れたら大したもんだねって言われるのと、6なんで10のうち6しかやれないんだって言われるんじゃもう全然違うので、そこのところは褒めてあげる、本当に評価してあげる、いい意味での評価。じゃあその自己肯定感を育む会話の極意、極意ね、すごいですね。聞いてくれる、話してくれる、まあ子供のでも人間ってみんないいとこと悪いとこって誰しもあることなので、良いところ悪いところ両方認めてあげる、うん、あこんなとこあるよね、もうね、ね完璧な人いないんだもん人間ね、半分良いところも悪いところも両方認めてあげる。あなたあれじゃない、こんなところ得意だしうまくやれるじゃないね、でも僕ね足遅いんだったら、うん、そんなとこもあるけどこっちもこうじゃないできるじゃないって言って、いいとこも悪いとこも両方認めてもらうとすごく子供って気持ちがいいんだと思うんだけど、やっぱりいいところだけして悪いところになるとすっごくこう怒られたりけなされたりするとすごくね気持ちがこう育まれなくなるので、ここのところはいいとこ悪いとこ両方認めてあげる、大事なことだと思います。子どもの質問の投げかけの目的をはっきりさせる、
あ、そうそう、あの質問するときに なぜこの質問を投げかけたのかってことが分かるようにあのはっきりさせてあげるってことが大事なんですね。質問がうやむやにならない、はっきり これをするためにあなたにこの質問をしたんだよってことが分かるように。それで考えてるんですよ、子供はどういうふうに答えようかなって考えているのに焦って早く聞き出そうとしないこと、いいよ、ね、ごめんな、ね、その時にいつもまたうなずき相づちを心がけるっていうのはもう常にこの話を会話を聞く時のもう基本中の基本ですね。それで子供が話した言葉を繰り返す、オウム返し、これも同じ繰り返し繰り返し、まあオウム返しですからね、オウムになった気持ちになってこんにちはってこんにちはね、おはようっておはよう、それと同じような気持ちになってれば間違いないです。これを引き続きなんですけれども、子どもの気持ちと事実を受け止める、まあ、例えば学校で何かあった時なんか、あの子ども同士のトラブルが起こった時に自分のことをよく言うんですよ、あの、ね、自分を守るためによく言ったりするんだけれども、そうではなくてどんなことが起こったの、何があったの、じゃあ事実を言ってごらんって言って聞いてあげておくと、今度学校にあの今度自分のうちの子が何かあった時に、実は先生こうこうこういうことがあったんですっていうことをはっきりとあの物事を事実を伝えられるってことで、非常にその解決策に結びつきやすいということなんです。ここがねうやむやになってると学校に対しても感情論で物言って、うちの子がこんなことで帰ってきたんですけど何があったんですかっていうふうの感情論になっちゃうから、事実きちんと受け止めてあの子供から聞き取るってことは大事だと思います。そして指示出しはしない、ダメ出しはしない、この指示出しダメ出しはしないっていうのは子供の意欲をあの失わせてしまうので、あの聞いてあげることはもうとても大事なことなので、ダメ出しをしない、指示出しはしない、ここは守ってください。子供を親の所有物と考えない、子供から 聞かせてもらっている話っていうのは本当に大事なことだと思うので、尊重してあげることが大事だと思います。これちょっと番外編なんですけれども、私が相談室をやって20年になるんですけれども、クライアントの人の問題で病気でもないんだけれども、この繊細さっていうのは何なのかな、何なのかなってずっと思い続けてきたのがこの HSP っていうものなんですね。だからこのアーロン博士があの20年前に、まあ、アメリカの心理学者なんですけれども出してくれたことによって私もこの共感できて納得ができたんですね。それまでどうしてなんだろう、この繊細さ、いろんなことでのこの進まないこのコミュニケーション能力何なんだろうって思ってたのがこのハイリーセンシティブパーソンなんですね、 HSP っていうことなんですけれども、これを間違った対応してしまうと、これに関わった人で間違った対応してしまうと解決策にはあの結びつけていかれないから、非常にこれは大事なことだったんだなっていうのを最近まだ再認識してます。それで子どもの方の HSC っていうのがあるんですよ。5人に1人はいるんじゃないかって言われているんですけれども、また今から話しますけれども、これってすごく大事なんですね。HSP はさまざまな刺激にこう敏感なんですね。五感だけではなくてね、なんていうのか、他人の感情とかそういうところの雰囲気などにね、すっごくこう、察しすぎるぐらいで、他人の気持ちに共感しすぎたり同感しすぎたりするところがあるから、心の共感線がこうちょっと薄いかなっていうところがありますね。だから疲れやすい、大人の中にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。職場の中にも
だからもう否定されて困ったり辛くなったりしてる人ってたくさんいるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、刺激に敏感であったり、まあ人の影響を受けやすかったり、あとはこうもう皆さんとコミュニケーションが取れないもんだから今度自己否定に入るという、それがすごく強いですよね。すごいのが直感力があるんですよね。直感力、もう会った瞬間にこうひらめくっていうか、すごいなって思う時があって、これがねすごいと思います。子どもの方はちょっとこの HSC っていうんですけれども、今ちょっと開いてみますね。これね、子どもは辛さを語れない、音がうるさい、光がまぶしい、臭くて耐えられない、チクチクした肌触りが心地悪い、こうなると親はわからないと、こうなるんですよね。まあ例えば2歳とか1歳とかの頃に、まあ、1歳はまだ言えないんですけど、2歳ぐらいに音がうるさいって言ったら、うるさかったら静かなとこ行けばいいじゃないのね。光がまぶしいって言ったら、じゃあカーテンのその奥に閉めてあげるから、ほらね、臭くて耐えられないって鼻つまみなさい、チクチクした触りの心地がなんか嫌だって言ったら、じゃあなんか別なの着替えなさいよって、こうなっちゃうんですよね。で全然分かってないと、でもこう分かったら、あそうだね、音がちょっと大きいかもね、うるさく聞こえるかもね、で光が眩しい、あ本当だ、急にねこっちから光入ってきたからって分かってあげるとそうなるんだけれども、チクチクした肌触りでこの寝心地が悪くなるようなものを着て寝るとすっごく何回も起きるんですよ。あ痒いだのね、なんだのかんだのって言い始めるから、その時にじゃあこの綿のじゃなくてガーゼのに変えてみる、それともこれが合うかなっていうのをいろいろしてあげるといいんだろうけど、それがなかなか分かってないとこの対応ができないんですよ。これって大事です。だから親の理解とスキルによってはこの子どもの成長にちょっとそういうサポートをすることによって大きく変わることができるんだろうなって私は思ってるんですよね。それとその HSC のところの子どもさんにとって助けてくれる人っていうのがいるよっていうのがとても大事だと思う。安堵感があるから、安堵感、私にはこの助けてくれるママがいるっていうのがいるといないではもう全然違うので、これは大事なことですね。そうすると、さっきの自己肯定感につながってくるんですよね。育むことができる。いいんだよ、いいんだよって、ね、そんな敏感になっててもいいんだよって、あなたのこれはあれだから持ってる気質なんだからってね、あのいいよいいよって言ってくれたら、もう自信にもなるから、自己肯定感も今度上げていく、育むこともできる。でももうこれ最初から全部否定されていって、分かってもらえてなかったら大変な方向に行っちゃう。私割とこれ日本人の割合ってこれ高いのかなと思ってるんですよね。日本の社会って空気を読めって言われるじゃないですか。結構空気を読めっていうことってそういうことなんだなと思うから、割合的にこの子たちは多いんじゃないかなと思っているんです。敏感な子たちが多いと思います。はい、そうするとこの HSP と HSC は病名でも診断名でもない、5人に1人は敏感すぎる気質の人がいるっていうこと。そうしたらこの子たちって先ってどんなに成長未来って見れるのってことになるんですけど、繊細さが持ち味になるように育てればいい、そういう職種だとかそういう立ち位置で動けることに向いていけばいいわけだから、育てていくってことがとても大事だと。そうだ、ここで私書いているのは
自分のこの生きづらさがその HSP だと気づく人が増える、この世間の関心が高まるこの教育界、学校とか産業界、まあ、あの企業とかの中に HSP への対応が考えられるようになってくるんじゃないかなと思ってるんですね。でその可能性がちょっとあの高まりつつあるかなと思っているんですけれども、気質によるもの強みもあるので、その特性をこう生かして発揮できる環境づくりをセットできれば、働く場にとってもプラスになるんじゃないかなって、会社にとってもプラスになるんじゃないかなって、だから全面的に悪いんじゃないと、こういう人のこういうもの持ち味、気質を生かせるような職場っていうのが、これをプラスに展開してさせればいいんじゃないかなと思っています。はい、今度はですね、10代の子どもの特有の、特有の心配事、思春期の話なんですけれども、まあ、皆さんもね、自分自身がもう親御さんも思春期を通り過ぎてきたから、こんな時期もあるわいということでね、分かっていらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういう時期を子どもは親に依存しながら成長していってる時だから、ちょっとね難しい時期ではあるんですけれども、まあ愛情を持って接してあげれば自信を持って進むことができるから、まあ見守りつつ愛情を持っているってことは常に大事だってことを、この思春期のところはね言っていきたいと思います。はい、ここで大事なのは、叱るときは、これ4番目ですよね、叱るときは短く叱って、できたときはしっかり褒めるっていうのかな、これって何歳になっても有効だと思うので、ぜひこれをやっていただきたいと思います。やっぱり親は上から目線で物言ってんですよね、多分ね、分かったようなことを言っちゃってんだわね、それが一番ダメなんですっていう、ついついね経験積んできてるから正論を述べたくなってくるんですよね。はいはい、思春期は友人こそ全てという世界で生きてます。友達は思春期の子にとって第二の自分だね。親は、まあ、またこっちを置いといて、もう自分は友達とそういう関係にあるってことをこう言ってるんですね。この状況の中で子どもたちは生きているんだってことをね、分かっててあげるってことは大事だと思うんですね。こういう世界で生きているわけだから、子どもと一緒に携帯スマホの使用のルールを決めましょう。これなんですけれども、今度中学校でもね、携帯ね、もうみんな持っていくように、まあ、認可されていくわけなんでしょうけれども、これをそのルールを決めないとどんどんエスカレートしていくわけなんですけれども、その使い始めた時にどういうふうなルールを決めるというのを各家庭で決め方がみんな違うと思うので、スタートする時にみんなで膝を交えて家庭の中で決めればいいんだと思うんですね。それが後回しになったりだとか、もう使い始めてスタートしてからもう時間経ってからよしって言ってももうスタートしてますので、なかなかね話に乗っかってくれないっていうことがありますので、そこは気をつけてた方がいいかなと思います。はい、10代のいじめの問題についてね、大事ですよね。私これで大事なところっていうのは2番目の SNS で行われているいじめを見抜くにはどうしたらいいかっていうやつですね。ここだけちょっとね話しておきたいと思うんですけれども、ネット上のいじめは必ず日常生活の中に現れます。元気がなくなったり顔色が悪くなります。そして次に携帯を持ち歩かなくなります。これがサインだと。だから家では子供の
この様子を注意深く温かい眼差しで接することが大事だと思うんですね。それがね、ネット上の、いじめで見抜くポイントだと思うんです。携帯を持たなくなる。あれほど持ってウロウロしてたのに持たなくなりますから。ここではこれが非常に大事だと思います。これですね、今度性の問題ってことで、今コロナ等々で、家に引きこもっていたり、なんかさまざまなことで、その性の問題がちょっとね、いろんなところで問題になっているんですけれども、特に思春期のこういう時期っていうのは性の問題をきっちりと話してあげないといけないと思うんです。男の子は性教育をお父さんにお任せするといいと思うんですけれども、まあ日本の性教育はかなり遅れていたり、はぐらかしたような話し方でも終わっちゃってるようなところがあるので、家庭の中ね、学校では保健の先生がちゃんとねお話ししてくださってるんですけれども、家庭の中ではなかなかそこまで、話をするとこまで行ってないかもしれないので、生理や無性のことを伝えるときは、はぐらかしたり恥ずかしがらないで事実を話すということがとても大事だと思います。例えば子供が小学校の中学年ぐらいになった時にはもう話していいと思うんです。で、男の子と女の子がいたらみんな集めて、家族ね集めて、このこういう話をね進めていった方がいいと思います。で、男の子と女の子の体の違いっていうのはもう分かってるわけだから、そして今度部屋も中学年ぐらいになるとね、小学校の中学年ぐらいになると、一人部屋に行ったりする子がいるわけだから、もうそうなるとなかなかチャンスを逃してしまうので、そうなる前に女の子も兄弟の話も一緒にみんなまとめてして、全然はぐらかさないで話してもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。今度は親同士のコミュニケーションということなんですけれども、ね、これはコロナでこんなに接近しちゃいけないんですよね。ピーチクパーチクね、ちょっとマスクつけようかなと思ったら、マスクのやつがなかった、だからこのままになっちゃってるんですけど、本当はこういうふうにならないように、マスクをして親同士もコミュニケーションを取らなきゃいけないんですけれども、そういうことです。こういうふうにして大事ですよっていう話なんですね。親御さん同士が今度気になっていること、会話をしたいけど学校で会話をしたいんだけれども年齢差を感じたいだとか、ちょっと近づきにくいなお母さんにとかっていうので躊躇したり、自分から話しかける勇気がないななんてね思っていたりすることがあるんですけれども、じゃあこんな方法でちょっとやりませんかっていうことでね、ちょっと考えているんですけれども、親同士が初対面の基本的な行動ってことなんですけれども、クラスの子供の名前と親の名前をこう一致させるだけでもいいと思うんですよ。子供が帰ってきてから話するんですよね。何々ちゃんがどうたらこうたらね、今日こうだったああだったって、ああそっかあの子の名前ねっていうのも頭に入ってるわけだから、今度の参観日に行った時にその子供の情報をしっかりキャッチしていってるから、子供と共通の話のネタがね出てくるわけだから、できるだけ参観日にはこう出席して、日頃から子供の名前が出てくるうちの子供さんぐらい、お母さんぐらいにはね、何々ちゃんのお母さんですよねとかって言ってね、いつもお世話になってますって、私何々の親ですぐらいのことはね言った方がいいんじゃないかななんて思うんですけれど、そういうことをすることが一番短いコミュニケーションではあるんですけれども、もう本当に親しくなれる挨拶だと思うので、ぜひこれちょっとチャレンジしてみてもらえればいいかなというふうに思います。親同士のねつながりを深める PTA 活動ということなんですけれども、私たちの親の時の PTA 活動というのは一生懸命盛んに頑張ってたんですけど、今はどういうふうになっているのか、ちょっとねクエスチョンの部分もあるんですけれども、
まあ、親と学校のつながりをこう意識的に強めていく、保護者会には必ずね、まあ、出ていくと思うんですけれども、その時に、まあ、あの先ほど言った親御さんとこうあのご挨拶ぐらいするようになっていれば、あの懇談会の時に最近どうですかなんてね、子どもさん、あの何々ちゃんどうですかなんて聞いて、もうこんなだあんなだっていうのを聞くと、あ、うちもまあそんな状況なんだなっていうので、こうほっとしたりだとかっていうことがありますので、 PTA 活動には積極的にね参加したりして、まあ、親同士のつながりっていうのは大事にしたいと思います。はい、学校に行くメリット、ね、メリットなんて言うと悪いかもしれないんですけど、学校に行く機会が増えると先生方とね顔を合わせることが多くなる。そうすると他の保護者と話する機会も増えるし、学校の情報も集まるし、学校の様子、クラスの雰囲気、その子どもの人間関係、保護者の、ね、話もよく分かるということになると、トラブルがもし起こってもその早く解決したり、小さいうちに解決できれば子どもの気持ちも巻き込んだりしないで終わることができるので、なるべく、まあ、片付けられるようにするためには、 よく顔を合わせたり、ね、お話しする機会を多くしたりっていうのはとても大事なことだと思うので、皆さんも積極的にこれは学校に出向いていって、先生とも交流を深めてもらえばいいのかなと思います。はい、一の時代も心地の良い場所は、まあ、家庭の中ということでね、安心して帰ってくるのは家の中なんですよね。やっぱり一日中学校でねいて帰ってきたら、あ、ただいまって言ってね、で味噌汁のご飯ですよ、やっぱりこれね、新潟なんか特に米ね、で味噌ね、これを食べることによって心の改善っていうのも本当にできると思うので、ぜひやっていただきたいと思います。さてさて、最後のね番外編に行くんですけれども、いいでしょうか。これがね、私の町の知恵子カルチャースクールなんですけれども、令和元年9月にオープンしたんですけれどもね、6ヶ月やって、5ヶ月休んでおります。でどういうことだという話なんですけれども、今日は中野先生もいらっしゃいますけれども、花の方でフラワーアレンジメントをね、人気講師ナンバーワンですよね。それでそのさてさて、こんなに半年やって5ヶ月休んだなって言ったらね、何やってんだっていう話なんですけど、まあでも細々くまたやっていかなきゃいけないなと思ってるんです。っていうのは、町に新しい交流が生まれて町を元気にしたいっていうのが、もうそもそもの発端なんですよ。それで秋葉区に、まあ、住んで40数年になるんですけれども、まあ、この町に恩返ししなきゃいけないっていうのもあるんですけれども、今日ね皆さんも いらっしゃるんですけれども、今日これを見てくださる、ビデオを見てくださる方もそうなんですけど、次世代への橋渡しなんですね。それで地域貢献と社会貢献して、シニアが備え得た力を今度、パパやママにね、若い人たちにこう教えていかれればいいかなというふうに思っているんですけれども、まあ、地域のシニアの人たちっていうのは、まあ、パパ、シュートメアとは違って斜めぐらいの関係だから、割合よそのおばさんから言われると聞きやすいんですよね。ね、それね、そんなことしないでね、こうこうこうしないで、はいとかって聞けるんですけど、これは姑に言われるとね、カチーンってきてね、この火花がピシピシッとってこう飛ぶから、やっぱりねこういうところへ来て、おばさんたちに教えてもらうっていいと思うんですよ。だからね、まずこれ諦めずにやり続けようと思っているんです。まあ、シニアの持っている力、知識をね再び社会にってことで、シニアから次世代へ、地位をつなげるので、次世代の人を受け取ってもらわなきゃいけないんですね。シニアはね元気ですので、いくらでも頑張るので、次世代が受け取ってくれればバッチリなんですね。はい、町の知恵子のコンセプトは、この町を明るくする交流を作るってことなんですけれども、町に笑顔が飛び交う世代間交流を作るってことが大事なことだと、使命だと思ってますので、これをやり続けたいと思っております。はい、はい、
これがね、外から見た知恵子スクールなんですけれども、この2階なんですね。そしてその3階にアルテイストのスタジオがあるということなんですね。はい。で、8月から町の知恵子カルチャースクールもオープンしたいと思うんですけれども、その前に町ごと美術館ということで障害者のアートを今展示しておりますので、もしよかったら来週からオープンしてますので見に来ていただければありがたいと思っております。こんなことでね、喜ばれるといいなと思って、障害者の人たちと障害を持ってない人がお互いに交流して、ここいらがいいよね、ここいらがありがたいねって、それでね、この絵を見て一言コメント、エールを送ってもらおうかなと思って、メッセージを今書いてもらっているところなんですね。それをその人たち、作者にアーティストに渡すと喜んでもらえると、また育む力が出てくるかななんて思っているんですね。いいでしょ、これもね、なかなかの絵なんです。この人ね、人気があるんですって、シリーズ編があるんですって。これもいいんです。この人魚描いてるんですけど、その前は国旗だったんだって、でこれは私の相談室なんですけれども、困った人が相談に来る場所なんですけれども、ここは民間ですので費用がかかります。だから相談に来てくださった方に、費用がかかるのが困るんだったら公的な機関に行って無料で切ってもらいなさいと言ってるんです。で、解決するかどうかは知らないよって言ってね、そういうふうにしてるので、うちだけじゃない、いろんなね、間口を広げてあげるってことが大事なので、はい。これですね、 FM ニュースで町の情報や人との触れ合いのこう気づいたことをね、土曜日の12時、真っ昼間の12時からですよね、放送しているんですけれども、それをFM ニーツ 76.0 でやってるんです。で、インターネットのサイマルラジオっていうのはもうどこにいても聞ける、世界で聞けるということなので、スマホを開けてもらって、FM ニーツのホームページ開いてもらって、ただ今すぐ聞くっていうとこを押してもらうともう聞けますので、もしよかったら聞いてください。はい。今度はね、子どもたちと命の尊さを一緒に語り合うってことなんですけれども、これもですね、ちょっとコロナの前だったのでマスクがないんですけれども、子どもたちに命の尊さっていうことで話してると、いろんな意見が出るんですね。こんなことがどんなだとか、意見どんどん言ってくれるんです。脈拍だとか、この時はね、動物使ってやったんですね。そしたら動物の命と人の命と一緒に考えているんだけどとかって言って、こんなとこはどうですかなんて言って、自分もこんな風に思うんですとかって意見がどんどん出てきて、その命の尊さが本当に大事なんだってことが、子どもたちがね、再認識できる機会がこうやってあるんですけれども、これをね、毎年こうやっているということです。あとですね、子どもたちに、私たちからできることっていうと、シニア世代と子育て世代から子どもたちに生き抜く力を与えるっていう、エールを送るってことが大事だと思っています。さて、最後になりましたけれども、生まれてきてくれてありがとう。子供が生まれるのは当たり前なんじゃないんだと、特別なことなんだ。子供を育てることは親の業、親業だっていうことをね、皆さんにお伝えしなきゃいけないななんて思って、今日ここに来たということなんですけれども、やっぱり子供がいて今の自分があるんだってことを覚えていてください。そして、子供が生まれることは当たり前じゃない、生まれてくれてありがとう。これは言葉が最高の言葉だと私思っていますので、サブタイトルにつけさせてもらいました。はい。お聞きいただいてね、こんなことを今日皆さんにお話ししたんですけれども、どれほど皆さんの心に伝わったかは分からないんですけれども、ちょっと勉強になったなっていう人、手を挙げていただけますか。はい。それ10本の手だから、かける2だから20本あったっていうことでいいでしょうか。よかったって言ってもらったということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。